ペトラちゃんは見た。私はユズリハ。これは私と私の双子の妹ユリのお話だ。お腹すいたね。うん、お母さん帰ってこないね。そうだね。ただいま。お母さん、お帰りなさい。あー、疲れた疲れた。お母さん、私たちお腹すいたの。あカップラーメンあったでしょ。あれはもうなくなって、昨日も今日も何も食べてないの。あーはいはい、確かバッグの中にパンがあったからそれ食べていいわよ。パンパン。はい、ユリ、ありがとうお姉ちゃん。当時母親は夜に仕事、深夜に帰ってきて昼は寝ているという生活サイクルを送っていた。母は未婚で私たちを産んだのか、早くに離婚したのか不明だが、父親はいなかった。たまに代わる代わる違う男が家に遊びに来ることはあったけど、母親の生活の中で私たちは邪魔者でしかなく、ほとんど相手にしてもらえることはなかったのだ。彼が来るんだから静かにしてなさいよ。騒いだらご飯抜きだからね。おかげで私たちは幼稚園にも通えず、ボロアパートの一室でひたすら空腹に耐える生活を強いられていた。みんなもお父さんお母さんと一緒に楽しく歌って踊ろうね。お母さん、私たちのこと嫌いなのかな。ユリ大丈夫よ。ユリ、お母さんが私たちのこと嫌いでも、お姉ちゃんはユリが大好きだよ。だからずっと二人でいようね。そしてある日、私たちの生活が一変する出来事が起きる。ユリ、ユリ、大丈夫？お姉ちゃん、熱いよ。苦しい。助けて、お姉ちゃん。ユリ、どうしよう。ただいま。もう忘れ物しちゃった。お母さんだ。お母さん、大変なの。ユリが苦しんでて。あああ、風邪ひいたのね。まっすぐ治るでしょ。じゃあ、お母さん出かけてくるから。待ってよ、このままじゃユリが死んじゃうよ。ああ、もううっさいわね。別にいいわよ、それでも。あんたたちがいなくても私は困らないから。お姉ちゃん大丈夫だよ、ユリ。ユリのことは私が守るから。そして助けて、妹が病気なの。お願いだから助けて。え、助けて。まあ一体どうしたの。私は外に飛び出し、見知らぬ人に助けを求めた。その結果、今日からここが二人のお家だよ、みんなで仲良く暮らそうね。私たちは母親から引き離され、児童養護施設に預けられることになった。一時危なかったユリもすっかり回復したけれど、施設がどんなところだったのかわからなかったユリはひどく怯えていた。お姉ちゃん大丈夫よ。ユリ、お姉ちゃんがついてるから。もしも変な奴がいたら、私がユリを守る。何をしてでも。ねえ、こっちで一緒に遊ぼうよ。ヒイラキ君。大丈夫、ヒイラキ君はとても優しいお友達だよ。一緒に遊んでおいで。ほら見て、これはパンダだよ。ほら、こっちはツル、あとドラゴンやお花も。すごい、これどうやって作ったの。簡単だよ、こっちに来て一緒にやろうよ。うん。じゃあ私も。もちろんだよ。こうして私とユリはこのヒイラキという男の子と仲良しになった。まずここをこうして。うん。彼も私たち同様、両親にネグレクトの被害を受けていた。家で一人ぼっちで過ごしている間に、あまりにもやることがなくて、ひたすら折り紙を折っていたのだという。彼はもしかしたら私たちと自分が同じ境遇の人間だと感じ取ったのかもしれない。これ以降、私たち3人はずっと一緒に過ごすようになる。私たちは施設で成長し、次第に。うーん、なんだい、ゆずりは。なんでもない。ゆり、
ここはこうだよ。あ、そうか。私は彼を異性として見るようになっていった。ヒイラギを見てたらなんだか胸が苦しくなるわ。この気持ちをユリに打ち明けたらユリは応援してくれるかしら。ところがユリ、なに？大事な話って。うん、あのね、実は私好きな人がいるんだ。そうなの？一体誰？きっと桂先生ね。ユリが一番懐いてた人だし。それとも新しく来た徳佐先生かしら。私ね、ミルキ君が好きなの。え、衝撃的だった。今思えばずっとこの3人で過ごしてきたのだから少しも不自然ではなかったのだけど、まさか私と同じ人を好きになるなんて夢にも思わなかったのだ。どうしよう。ユリのことは大好きよ。離れるなんてありえない。でも私もヒイラキ君のこと。彼を諦める？ユリに彼を渡す？でも2人が付き合うのを私は横で見ていられるの？そんなのは嫌。私はどちらも大事なの。私だけ仲間外れなんて絶対に嫌。どうしたらいいの？どうすれば一番いいの？誰か。お姉ちゃん、どうしたの？ユリ、なんでもない。なんでもなくないよ。どうして泣いてるの？教えてよ。私たちに隠し事話したよ。お姉ちゃんが悩んでるのに何もできないなんて嫌だよ。ユリ、いいの？話して。うん、いいよ。場所を変えましょう。そして私は心の内をすべて話した。そうだったんだ。ならいいよ。お姉ちゃん、私は諦めるから。そんなのダメよ。私はユリのことも好きなのよ。ユリが我慢して苦しむだなんて絶対ダメだわ。私なら大丈夫だよ。それに私は絶対お姉ちゃんに幸せになってもらいたいの。だって私はお姉ちゃんのことが一番大好きだから。ユリ、そうだ、私が一番大事なのはユリ。この子が悲しんで私たちの仲がめちゃくちゃになるのだけは絶対に嫌。じゃあそれならいっそ。私とユリの関係が壊れるくらいなら彼がいなくなればいい。ユズリは？この小説読んだことある？小説？うん、ちょっと大人向けの恋愛小説なんだけど、どうしても読んでみたくて私立図書館で予約して借りたんだ。読んだことないわ。ユリと一緒に読むといいよ。きっと考え方が変わるよ。それとカッターは危ないから不必要な時はしまわないと。怪我しちゃうよ。彼が渡した小説は短編集だった。いずれも恋愛の短編集でも、その内容は普遍的なものとは異なっていた。姉妹、姪妹、あるいは兄と弟、父子または母子、複数での関係、同性同士、一般的にタブーとされている関係を情緒的に集約したものだった。ふん。そう、そうだったのね。本を読み終えてよくわかった。私たちのことを一番理解していたのは彼だったのだ。ユリ、この小説読んでみて。感想を教えてほしいの。どう思った？どうって変わってるというか普通じゃないものばかりで、同性同士は全然あると思うけど、家族間でっていうのは。気持ち悪いと思った？ううん、本人たちが幸せならそれでいいと思った。もちろん周りに迷惑をかけるようならダメだけど。ユリ、私はユリが好きよ。たとえ双子の姉妹じゃなかったとしてもね。お姉ちゃん、私もね、これを読んでから考えたのよ。ユリに対する気持ちとヒイラギに対する気持ちはどう違うのかって。考えたらあまり違わないような気がしたのよね。お姉ちゃん、私が気持ち悪い？ユリ、気持ち悪くない。気持ち悪いだなんて思えるはずない。ずっとお姉ちゃんだけが救いだった。お姉ちゃんのいない人生なんて考えられないよ。私もよ。ユリ、嬉しいわ。私、ユリとの仲が壊れるくらいならヒイラギがいなくなればいいなんて思ってたけど、
それよりももっといい方法があったわ。ヒイラギが教えてくれたの。ヒイラギくん、僕も二人とも大事な存在だよ。これからも三人で一緒にいよう。ずっとね。数年後。できた！見て見て！お星様作ったの！僕は手裏剣！すごいね。二人ともとっても上手だよ。ヒイラギの教え方が上手なおかげね。いやいや、この子たちが器用なんだよ。あれからヒイラギとユリは婚姻関係を結んだ。私はユリの姉として未婚で子供を産み、今はこの家に同居しているおばという体で過ごしている。私たちが世間一般的に見て異常でいびつな関係だというのは分かっている。だから周囲にも子供たちにも私たちの関係は話していないし、墓場まで持っていくつもりだ。仮に私たちの関係を誰かに話したところで受け入れてくれる人なんてそうそういないだろう。だけどどうってことはない。だって私たちは今とても幸せなのだから。私はユリ。同じ施設で育ったヒイラキ君と結婚して、双子の姉ユズリハとお互いの子供たち5人で暮らしている。私の子ツツジも姉の子クロキもどちらもヒイラキ君との間の子だ。世間一般からしたら私たちの関係は異常だと捉えられるだろう。私も本当にそう思う。あの日、ユリ、私もね、ヒイラキのことが好きなのよ。姉も私と同じくヒイラキ君が好きだと告白されてからこのいびつな関係が始まってしまった。私は姉が幸せになってくれさえすればそれでよかった。だから私が身を引いて二人を陰から応援する。それでよかったのに。私はユリが好きよ。たとえ双子の姉妹じゃなかったとしてもね。その言葉が何を意味していたのか鈍感な私でもすぐに分かった。そして同時に察した。私は姉とヒイラキ君から一生逃げられないのだと。姉は命の恩人で私の人生に欠かせない人、尊敬に値する人。そこに嘘偽りは決してない。だからこそ姉の気持ちを受け入れないわけにはいかなかった。私も姉も愛に縛られていた。そしてヒイラキ君の甘い言葉に引き込まれ、気づけばズルズルと引き返せない穴に落ちていった。それでも落ちた先で嘆いていてもしょうがない。抵抗もせず落ちていったのは私がそうなることを受け入れたからだ。これからも私は底なしの暗闇の中で姉とヒイラキ君の手だけを取って生きていくのだろう。ご視聴いただきありがとうございました。世間一般的に見たら異常でいびつな関係だということくらい理解はできているんですよね。それでも愛に縛られてしまった3人にとってこれが一番幸せになれる方法だった。だとしたら第三者がとやかく言うものではないです。将来子供たちが大人になった時もこの事実を話さないでおくんでしょうか。知らない方がいいこともあるとは思いますが、なんというかいろいろ考えさせられてしまうものですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またこれでいいのかと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。